どうもこぶるです当チャンネルではエイリアンファイヤーチームについて紹介していきたいと思いますコープ型 TPS エイリアンファイヤーチームが2021年夏にリリースされます映画エイリアン3から23年後の世界が描かれるエイリアンファイヤーチームでは5つのクラスがありますこちらは銃撃手爆破処理テクニシャンメディック偵察隊という 5つのクラスがあります。武器モドについては30種以上の武器と70種を超えるモドやアタッチメントそして特性のアビリティを加えるパークなどキャラクターをカスタマイズすることができますエイリアン・ファイヤーチームの出現する敵についてなんですがゼノモーフってあります地球外生命体なんですがこちらエイリアンです進化して多様化した11種類の ゼノモーフを含めウェイランド・ユタニシャのシンセティックス合成人間アンドロイドですね合計20種類の敵と戦っていくキャンペーン一つ一つはチャレンジカードというカードゲームのようなシステムがあるこちらはランダム性を持たせているということでリプレイアビリティも高そうだそうですエイリアン・ファイアーチームについては現時点では日本語化の サポートはされてないようです当チャンネルではエイリアン・ファイヤーチームについて随時この情報について動画として取り上げていきたいと思いますこの動画が良かったらチャンネル登録していただけると助かりますそれではまた